七夕の国は岩城人志による超能力とミステリーを取り込んだ電気 SF 漫画ビッグコミックスピリッツに1996年第38号から1999年第6号にかけて不定期連載された1997年から1999年にビッグコミックスより全4巻が刊行され2003年に同社より上下2巻の 完全版が観光されている。あらゆるものに小さな穴を開けるという、ちょっとした超能力のような特技を持つ大学生、南丸。幼い頃、祖父から教わったこの力のおかげで、漠然と自分を特別な人間と思い込みながら、育ったが、穴と言っても、せいぜいペン先でつついた程度のもの。実際には、この、 不思議だが何の役にも立たない能力を持て余すいだな、学生であり、4年生になっても就職活動も、ろくにせずのんきに毎日を過ごしている。そんなある時、同じ大学の民族学教授、丸上正美から突然の呼び出しを受け、研究室を訪ねた。当の丸上は不在であったが、研究室のメンバーと交流を重ねるうち、丸上も自分と似たような能力を持つらしいこと。 丸神屋と南丸家が東北地方のある豪族に共通の祖先を持つ可能性があること、当地の合戦場跡から穴の開いた甲冑や人骨が多数見つかっていることなどが分かってくる。同じ頃、かつて丸神の里と呼ばれたその土地、現在の英県丸川町において奇妙な殺人事件が発生した。頭部が 大きなスプーンでえぐり取られたような死体だったことから、注目を浴び、ワイドショーでも取り上げられるほどのニュースになっていた。自分の力と何か関係があるのか気になった南丸は、失踪した丸神の消息をつかむ目的を兼ね、研究室のメンバーとともにその町を訪れる。そこで、地元の人々や様々な出来事と関わるうち、徐々に力の正体を知っていくととなる。 この作品の舞台となる、丸神の里の住民の多くは、窓の外を見る能力を持ち、また一部の人間は、手が届く能力を持っている。その二つを持つ者が、丸神の里の神官になる資格を持つとされる。なお、丸神の里の能力者の大半は、窓の外は見ることができても手が届かない者ばかりである。丸神正美教授は、その能力を丸神の里の住民に与えたものを、 カササギと過称している。カササギの正体は不明であるが、宇宙人であることが作中で暗示され、あるいは作中の人物がそう推測している。窓の外を見る能力は人間にカササギへの忠誠心を強制的に植え付けるためのものであり、手が届く能力はカササギに忠誠心を植え付けられた人間に与えられた武器であると教授は推測している。ありがとうございます。